こんにちは、樫村の日々筋肉です。今回は樫村のカーアクセサリー2023年春新製品をご紹介します。後ろに並んだこちらが春の新製品になります。今回も開発担当からこういった資料をいただいてますので、この資料をもとに一つ一つ製品を説明していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。はじめに USB PD 搭載の DC 充電器です。こちらは USB ポートの数や出力の違いで3種類のラインナップがあります。続いて USB PD 対応の Type-C to Type-C ケーブルです。こちらは長さが50センチと 1.2 メーターの2種類あります。続いて USB 増設ポートです。こちらは USB のポートの種類によって2種類のバリエーションがあります。また給電側の USB-A ポートはリバーシブルコネクタかつ回転仕様になっているので、さまざまな位置取り付けができます。続いてダブルマイク搭載の Bluetooth イヤホンです。こちらの特徴としては、車内のノイズがうるさくても通話相手にはっきり伝わる ENC ダブルマイク搭載、また通話音量が大きく通話相手の声がはっきり聞こえるデカ音スピーカーです。続いて USB 給電式の Bluetooth トランスミッターです。こちらの特徴としては、充電用の USB-A ポートが2ポートついてます。そしてイコライザー機能を搭載していて、ハンズフリー通話にも対応しています。続いてはスリム&コンパクト設計 Bluetooth トランスミッターです。こちらの特徴としては、スリム設計でスペースに余裕のない位置のカーソケットにも最適です。またイコライザー機能は10種類の音響効果が選べます。充電用の USB-A ポートは2ポートついています。またハンズフリー通話にも対応しています。続いては低遅延コーディック対応の高音質 Bluetooth レシーバーです。こちらの特徴としては、 aptx、aptx-hd、aac のコーディックに対応しています。また電源は USB です。続いては aux Type-C ケーブルです。こちらの特徴としては、 Type-C ポート搭載機器の音楽をカーオーディオやオーディオ機器で本格サウンド再生ができます。ケーブル長は 1m です。続いては透明ハンドルスピンナーです。こちらの特徴としては、付属のゴムシートで持ち手の直径 28mm から 35mm までのハンドルに取り付けできます。続いては2way フックです。こちらの特徴としては、ヘッドレストやドアの隙間に取り付け可能です。ベルトの長さは 50mm から 250mm まで調節可能です。耐荷重は 8kg です。続いてはケーブル全体が鮮やかに発光する USB-A to Type-C ケーブルです。こちらのモデルが7色に自動でゆっくりとグラデーション変化するタイプ、こちらが光の流れる速さが充電残量によって変化するタイプとなっています。ケーブル長はすべて 1.2 メートルとなっています。続いてはレインボーライト付き2連ソケットです。こちらは7色プラス白色発光のレインボー LED を内蔵しています。ボタン操作で自動変化単色発光が選択可能です。また USB ポートは2ポート搭載しています。さらにこちらはセパレートソケットタイプとダイレクトソケットタイプの2種類ございます。続いてはレインボーライト付きの灰皿です。こちらの特徴としては、7色プラス白色発光のレインボー LED を内蔵しています。ボタン操作で自動変化単色発光を選択可能です。電源は USB になっています。続いて LED ブラックライトです。こちらは柔らかな PVC カバーで曲面にも貼れます。全長は 4m になっています。
続いてワンタッチ式のスマホホルダーです。こちらの特徴としてはスマホを置くだけでアームが閉じるワンタッチ式のホルダーになっています。こちらはエアコン取り付けと吸盤取り付けの2種類ございます。続いてはエアコン取り付けの地位自動開閉ホルダーです。こちらの特徴としてはカーボン調パネルとブラックメッキを使用した上質なデザインです。また取り付け方法はエアコン取り付けとなっています。続いてはクランプ取り付けの地位自動開閉ホルダーです。こちらの特徴としてはクリップ式のクランプタイプの取り付け方法となっていて、例えばメーターパネルの周りにローポジションで取り付けることができます。続いては電池式の電波時計です。こちらの特徴としては画面が大きくて見やすいというところと、配線不要ですっきり取り付けができるというところです。続いてジムニー専用のマグネットホルダーです。こちらはジムニーの内装のボルト穴に直接取り付けができます。また内装カラーに合わせたブロンズ塗装です。いかがでしたでしょうか。今回はカシムラのカーアクセサリー2023年春新製品をご紹介しました。この他にも家電や旅行用品の新製品もございます。こちらについては別の動画でご紹介できればと思います。この動画いいじゃんって思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。